思います。スモールベースボール縛りという縛りでやっていこうかなというふうに思います。やっぱ日本はね、日本の野球っていうのは元来やっぱホームランを打つ野球じゃないわけ。やっぱ大谷翔平とかやっぱりホームランで打ってるけど、あれはダメ。あの一番いいのはセカンドゴロだから、セカンドゴロを打つ選手を俺は使うって肩をかけてたんで、あの中日のコーチの、元阪神のコーチ、元阪神、元日本ハム、元阪神選手で元阪神コーチ、現中日コーチの肩をかけてました。あ、俺はホームラン打てる選手よりセカンドゴロ打てる選手を使うって言ってた。っていうことで、ホームラン打たない選手、ホームラン打たない選手、まあスモールベース縛りということで、2桁ホームラン打ってるやつはチームの輪を乱すということでクビにしますっていう縛りです。ただそれだけです。2桁ホームランを打ってはいけない、セカンドゴロを打ち続けるべし、そういう縛りでやっていきたいと思います。で、今回は、まあ、中日のバンデリンドームという広い球場を生かしてやっていきたいと思います。投手の守り勝つ野球を皆さんにお届けしましょうと。じゃあヤクルトに、まあ、中日の選手は各球団に振り分けましたとさ、ヤクルトに小笠原、高橋宏と、 DeNA に大野雄大、カリステ、阪神に、村松、福永、巨人にビシエド、細川、広島に、あ、いや、巨人に勝野、松山で、巨人にビシエド、細川で、パリーグですね、日本ハムに柳、藤島、ロッテに木野拓、楽天に根尾、鵜飼で、西武に涌井で、ソフトバンクは70人枠パンパンだったんで誰も入れてません。でオリックスに、ライマル、石川、岡林ということで、あからさまにオリックスひいきという形でやっていきます。でここは特に縛るところは、オリジナル選手がドラフトに出てこないぐらいかね。それ以外は特に変えることはございません。でオプションとしては、選手特性アイテムを自動する、お金は普通です。まあ、それぐらいですね。で、初期の選手ピッチャーは、あ、このピッチャーのミスです。まあ、ピッチャー増やしていって、で野手も、まあ、彼らはクビにするんでほぼオールイ、オール F の選手ですね。序盤は選手集まり次第クビにしていきましょう。で監督は T 岡田っていう、まあ、T 岡田が適任なのかというところも疑問になるんですかね。あのホームラン打ってはいけないんで、だからコーチとかもね、やっぱこうパワーヒッターとかいらないよ。アベレージヒッターはいるけど、パワーヒッターはいりません。だからミート多様とか、ミート多様とか、あ、これ、こういう笠原とか、こういう選手が、こういうコーチがね、必要です。強心多様の選手はいりません。倉橋、チームプレイ×削除。ここは古田でいいでしょう。投手コーチ重要よ、今回は。いい投手コーチいないね。AC でいくか。でスカウトも、国内スカウトは結構重要になってくると。調査力 A でいってみますか。あんまり調査力 A ってやったことなかったんだよね。で外国人も取れるけども、アヘタンしか取れないんで、まあ、外国人ピッチャーを取るのもありかもしれないね。だから今回縛りとしては別にドラフトも取れるし、トレードもできるし、あ、でも金銭トレードは禁止にしとこうか。トレードもできるし、FA も取れるし、戦力外も取れるし、外国人も取れると。で海外帰国選手も取れる。ただ一つ、2桁ホームランを打ったら、その年のオフシーズン契約更改の時にクビにしないといけないっていう。だからそれまでに FA してくれれば一番いいんだけどね。2桁打ったやつが FA やらポスティングやら、まあ、基本的に2桁打たさないように、まあ、弾道は基本1かね。弾道はまあ1か23の選手はちょっと、弾道3の選手は取りづらいよな。ホームラン打つ可能性があるし、でパーもできるだけない選手、そういった選手を獲得してスモールベースボールで勝ちに行きます。まあ、名古屋だから多少ホームラン出にくいっていうのもあんのかな。パワープロってあんのかな。なんかあんまり関係ない気がするんだよな。ゲームリアルだとあれだけど、リアルで中日で2桁ホームラン打ったんで誰、去年細川か。でも細川いなかったら打ってる選手ってなかなかいないよな。リアル中日よりも厳しいよ。2桁、うち中日でいくと去年細川クビだからね。現役ドラフトで取った細川をクビにしないといけないという。
まあ今年のオフシーズンどんな選手が来るのか楽しみですね。シーズン終了まで行きました。89ゲーム差、オリックス頑張れ。いやー DeNA か。あーオリックスがまた補強したんですがね、ライマル入れたからすごい強くなるのかと思いきや、まあ、優勝はしてるでしょ。あー圧倒的に優勝はしてますね。じゃあまあうちは、お、1勝してる。1勝142敗だ。勝率は007ということで、巨人が優勝して DeNA が3位から下克上で日本一までなりました。とさと、ちょっとオリックス、ちょっと気になるから見たい。えぐい。えぐい。10勝?1.69、10勝しかしてない。だからただ10勝が5人いる。ライマルが抑えやってるのか。サチアが完全に中継ぎやってるな。小木田、阿部、平野。宇田川が打たれてる。でもあんま中継ぎイニング食ってないね。先発がこんだけ投げてるからだろうね。森、頓宮、マーゴ。石川は思ったより試合出てないな。936あんのに。もうちょい石川出してあげてもいいんじゃないの。岡林が全然打ってない。まあいいです。そんなことより、さあ楽しみなのはこっからよ。FA も取れるし、何でも取れると。ただ2桁打ちそうね。ちょっと今年誰が2桁打ったか見るか。こういう山口とか村上とか取れないから。いやー、近本も取れないな。三森はどう？三森とかなら取れるんじゃない ?FA してきてる。2桁打つかな、三森。確実に 2桁打たなそうなやつ。誰だ？中野とか欲しいよな、阪神の。完全にアヘタン軍団を作るしかない。アヘタンっていうか、まあ、タンダマンだね。足が速い、まあ、できれば足が速い方がいいから。野手ランキング。これで見ると、中村とかこの辺とか結構打席立ってるけどホームランが少ない選手。今日パワー D でもそんな、パワー B でも打席に立ってないからね。打率が高くてホームランが少ない選手。みんなやっぱホームラン打つな。打率がいい。オコエ3割打ってる。あーでも小園もパワーあるからな。長岡、なんかミートあるけどパワーないみたいなやついないのかな。打点？パリーグクソ打点じゃない？ホームラン26本なんだ。ダメだこれ。もう一回セリーグ、藤岡とかいいね。松本剛とか、こういう選手よな。松本剛とかあと2年で FA だしね。ちょっと獲得できるチャンスもあると。で、今年外国人取ろうかなと思ったけど、もういいやと思って取ってません。やっぱ BB、BB なら BA か。結構調査力大切なよな。なぜならパワーが、実はパワー C でしたとか困るから、できるだけやっぱパワーがない方がいいんで。転生もね、秋山とか取れないんだよね。転生秋山、転生中村典弘とか取れない。転生宮本とか、転生村松とか、転生小坂とか、転生金子誠とか、そういう選手だよね。拓郎とかって2桁打つのかな。打ちそうだよな、拓郎、石井拓郎とかは。本当にアヘタンの転生だけを来てくれればいいんですが。まあ、ピッチャーは、特に自由に取れるんで、むしろピッチャー強くしないと勝てないから、長打ゼロだもんね。1番から4番まで誰も長打ないチームになっちゃうんで。転生黒田来た。黒田欲しいね、ドラ1で。調査力が A あるから、うわー、村山。うちのスカウトの目は、狂いはないはず。これが一番いいかもね。発掘力より調査力の方が大切かもしれない。いや強くない？この辺ピッチャー、守りかつ野球をしないといけないんで、基本ドライ上位はピッチャー中心になってくるよな。いやー候補がいっぱいいる。小池とかいいね。小池取れねえかな。ドラにね、小池取れたらめちゃめちゃいいんだけど。みんな結構パワーあるね。やっぱ弾道1の選手を取っていく。黒田行くか村山行くか。まあ、村山ないよ本来は。ただ、まあ、個人的なところで黒田行くわ。村山の現役時代を知らないっていうところがあるんで。いや村山の方が少なかった。村山の方が、実はそんなこと言っといて村山の方が人気だから黒田行ったらちょっと数少なくて取れるかなっていう、ちょっと下心が出たね。
村山3球団だったらいけたな。なら小池でいいと思ったけど、小池も取られちゃった。なら小池でいいと思ったんですがね、3球種。さあ、じゃあ3球種持ってるピッチャーからいきましょうか。対左 A クイック A、 対左 A クイック C、 まあ中継ぎですが上山行きますか。ドラ1、いやー競合する3球だ。これ外してもいいわ。よし、これは全然大丈夫。この外しは次の当たりを引くんで。なら坪内でいい。同じ抑え候補の坪内、坪内打って北側も悪くない、特能がいいんで北側行って、まあ、まずはピッチャーだよな。結局根幹となってくるのはピッチャーなんで、うちはただピッチャーは戦力外で数は取れるんよね。だからいい選手じゃなければ、いやー伸び A とか欲しいよな。ただ上位で取るのはどうかなと。それなら野手行った方がいい。野手もアヘタンみたいな選手がね、いればいいんですが。まあでも上位でもう取りたいピッチャーは特にいないかな。まあ、いい選手はちらほらいるけども。下位でもいい、下位でも取れるんじゃないかという選手が多いんで、ここで野手いきます。サワーどうするか、パワー DR からやめとこうか。キャッチャー。キャッチャー結構早めに取っときたいってなるんで、で、弾道1だし、板垣。で、ドラ4って覚醒するんよ。でそうなるとパワーも上がるから、ここでここで打者を取っちゃうとパワーが上がっちゃうんで、ここは投手でいい。でおそらく最初弱いから覚醒は結構な高い確率があるはずってなれば、特能がいい選手取って覚醒させると。伸び A 単のでこっから野手でいい。こういう足の速い選手とか必要だよな、ドラフトで取るなら。でミートさえ上げればなんとかなるから、足の速い選手、まあ、スモールベースボールっていう名前なんで、やっぱり足大切なんよな。パワーはなくていいんで足がある選手、こういう選手とっていくか。足の速い選手片っ端から取っていきますか。走力、弾道1、弾道がなくて足がある選手。でも結構走力ある選手人気ですね。できたら弾道1がいいよな。弾道1だとホームラン2桁打つ確率って多分めちゃめちゃ低いんよ。弾道2だとワンチャン打つ可能性もある。これ調査力 A 結構強くない？発掘は C かもしれないけども、だって外れる可能性が低いわけでしょ。だって一番いいやつでも調査力 S とか A とかだもんね。2番目に高いと。今年は帰ってくる選手がいませんでした。まあいいことじゃない。メジャーにはガンガン行ってください。選手は、そして獲得したドラフト選手見ていきましょうか。まあ、ピッチャー中心ですね。あでも言うて半々か。坪内、あ寸前罰は最悪だ。抑えで寸前罰は終わった。中継ぎですね。負け運投手一発持ち、そんなんばっかですね。まあ、足の速いぼちぼち。外野が多いな。コンバートもありか。どうせ戦力外で取れる選手って外野が多いから、ショートが二遊間の戦力外になる選手少ないよな。あ、西はメジャー FA も取れるからね。ピッチャーであれば東山とかいいかもしれない。 B ランでも田口 0.00 よくない。8800万ならいい。浅村は確実に2桁打つ。西川も2桁打つ。こう金払ってもいらないかな、田口は。
まだまだ勝てないもんな、どうせ取ったところで。それ言うなら東山もいらねえか、別に。わざわざお金払ってね。いや、でも取っとくか。取っとこう。8100万の鍛錬。8900万の鍛錬。これで来てくれなかったらしょうがない。お、来てくれた。どっち？田口。田口来てくれた。あと縛りとしては、人的保障のプロテクトはしてはいけないっていう縛りもあります。その辺は全部まとめて概要欄に書いておくんで、また見てもらえればなと。さあ、安西。こういう若いピッチャー取っていこう。あー、パワーあるね。タミヤパワーない。パワーがあるかないかで取っていくから、パワーある。あ、スチュワートだ。なあ、たっけ。1球でもいいでしょ。あー、セデイネも2桁打ってないけど、まあ、打つもんな。順平、村西。あー、パワーある。パワーない。ヨザって結構ね、いいピッチャーになるよ。あー、寸前死球負けよ。まあ、1300万の取ってもいいんじゃないの？ CC メルセデス。みたいなパワー D あるんよな。あれ、メルセデス二人目？あ、メンデスか。彼はメンデスでした。キャッチャー C だって、柿沼。ちょっとこう、どうせ二桁打たないし。二桁打つほど試合に出ないっていうのが正解になるかもしれない。で、安い選手は取っておこうか。いや、でもいらないか。石岡とかはいらないわ。さすがにミート E ないとね、使い物にならないんで。西野はいいよ。小林。ガルビス3億8000万。誰が取るんですか？高いね、この辺になってくると。外野ちょっと多いね。そうでもないか。今回取ったのは内野か。今やっぱ内野の選手が少ないんで。戦力外出てくるのは。内野を中心に取っていけばいいかなと。で、足の速い外野の選手を取って内野にコンバートするのもありかもしれない。海外留学は、初年度はコリアに行けないので、チャイナしか行けないのでやめますと。で、まだお金もないので機材は買いません。キャンプ終わりました。つもり、長谷川が変化球を覚えてくれた。結構使えるんじゃない。ただやっぱ人は全然足りませんね。ピッチャー陣も今何人。田口先発やるか。そういえば田口先発やりたいって言ってたもんね。ああ、ピッチャーまだ足りません。もうちょい取ればよかったな、戦力外で。田口抑えでも暇人化するからな。まあ、これで、できるとこまで行ってダメだったら青使うみたいな感じかな。で、野手陣の方はキャッチャーが非常に多いんですよな。あと外野ね。オーダー的にはどういう感じなんだろう。キャッチャー C 持ってる柿沼キャッチャーでしょ。で、西野がサード、ファースト田中健介がセカンドショートできる。セカンドでショートに上田で、タミヤ君もどっか守れるんだよ確か。外野セカンド、あー、セカンドか。外野か。外野もいるっちゃいるんよな。いないっちゃいないけど。しかも DH ありだし。外野はこいつ守らした方がいいのか。問題はファーストがいない問題。板垣ファーストで行くか。一番二桁打ちそうなのは西野か。パワーがあるから。でもこの辺も意外とパワー、あ、49とかあるな。いや、板垣意外とパワーあるな。まずいな。もうこう足のある選手を並べていって、
どうせ打たないから足の速い順番になる打線は足の速い順番に並べてもいいかもしれない。A、A、B、B、C、C、E。に、西野ってそんな足速いの？走力 B。そんなイメージなかったね。B とはね、まあ、C ぐらいはあってもいいかもしれないけど、まあ、C の、なんか C のイメージもないんだから、西野って足速いんだ。タミヤとかの方が速そうだけどね、足は。さあじゃあやっていきましょうか。スモールベースボールでやっていきたいと思います。